京王レールランドは東京都日野市にある鉄道保存施設、博物館、京王動物園線多摩動物公園駅に隣接し、京王電鉄が運営する。京王電鉄、京王電鉄バスの保存車両や資料などが展示されているほか、両社の各種イベント会場としても使用されている。旧施設の外観2000年3月24日、開業。多摩動物公園駅の駅舎に併設された。 展示施設として運営されていた。この施設は、多摩都市モノレール開業に伴う乗客源を補う施策の一つとして、京王電鉄社員の手作りで準備されたものである。館内には、京王電鉄の電車の N ゲージ鉄道模型を運転できるジオラマやカーペット式のスペースで遊べるプラレールのコーナーが設置され、過去の行き先いた駅名板、乗車券等が展示されていた。 N ゲージの運転装置は実際の京王電鉄の車両で使用していた運転台機器を利用したワンハンドル式とツーハンドル式で来館者が有料で操作できた。一部には CCD カメラの画像を映すディスプレイがあった。旧施設は入場無料で営業時間9時30分17時30分水曜定休として運営されていた。館内では 慶応レールランド限定品を中心とした鉄道グッズが販売されたが通信販売は行われなかった。新施設へのリニューアルに伴い2013年8月25日に営業を終了した。新施設の外観新施設開業直後の駅前キャラクターが描かれた駅改札慶応の電車バス100周年記念事業の一環として2013年10月10日に リニューアルオープンした。京王電鉄、京王電鉄バスの前身である、京王電気機道は、1913年4月15日に、笹塚調布間で、京王線を開業、同日より、未成区間の新宿笹塚、調布府中国分寺で、乗り合いバスの運行を開始した。2013年に、京王の電車、バスが、開業100周年を迎えたことを記念して様々な、 行事が行われたが、この記念事業の目玉の一つとして、旧施設をリニューアルしたものである。リニューアルにより施設は大幅に拡大され、家族連れを主な対象とした屋外車両展示場を含む2階建ての施設に改装された。エントランスには、京王電鉄のマスコットキャラクター、ケイタくん、イノカシラナナ兄弟が描かれた。イベントなどでは、ケイタくんの着ぐるみが登場することもある。 また、リニューアルと同時に有料化され、入場料は250円となった。入場券の券売機は、京王電鉄の自動券売機、入場ゲートは、自動改札機が使用されている。なお、運転体験シミュレーター、法ゲージジオラマの運転、ミニ電車の乗車は、入場料とは別料金となる。運転体験シミュレーターは1回300円、ーゲージのジオラマ運転は1回5分100円。 ミニ電車の乗車は1回100円。2014年2月22日には、来館者10万人を突破した。2014年10月10日、旧施設の跡地に、ギフトショップ玉堂がオープンした。京王電鉄の駅売店などを運営する、京王リテールサービスが運営し、食品や飲料、京王電鉄のグッズのほか、JR 東日本の鉄道グッズ、玉動物公園の土産物や、 動物のぬいぐるみなどを販売している。また、k o 9 0 0 0型の記念写真自動撮影機が設置されたが、これは、ヒューグショップにリニューアル後も引き継がれている。2018年3月13日、旧施設の跡地に、KO 遊びの森ヒューグが開業した。また、ギフトショップ玉堂も合わせてリニューアルし、ヒューグショップとなった。同施設と、KO レールランドは、 キッズパーク玉堂として一体的に運営されることとなり、合わせて KO7000 系、タマズートレーンの車体装飾がピンク色のキッズパーク玉堂ラッピングに変更された。2018年10月11日、リニューアルオープン5周年企画として、KO レールランドアネックスがオープンした。延べ床面積94.5平方メートル。アネックス開館に伴い、本館入り口にあった。 ミュージアムショップが移設、拡充された。6000系、運転シミュレータ小型運転体験シミュレータ6000、軽車掌体験コーナー4、ゲージジオラマバス展示バス展示車両の運転席、アスレールチックプラレールコーナー、クイズステーションコレクションギャラリー休憩コーナー、鉄道車両展示鉄道車両展示、京王電気軌道2400型で、 は2 4 1 2 1 0系で、は2015初代5 0 0 0系区波5723、3 0 0 0系区波3 7 1 9 6 0 0 0系で、は6438ミニ電車踏切を駆け抜ける、9 0 0 0系のミニ電車カットボディ展示謎を解き、ゲームミュージアムショップ。ありがとうございます。